ぞ。日本に行く前に台湾人の偏見はこれです。うん、日本に行く前にイメージしてた日本ってことかな。そう、行ったら全然違かったなって思うことがあったんだ、うん、例えばさ、日本のイメージってどこから湧くの？やっぱりアニメとドラマですね。アニメとかだと違うところ結構ありそうだね、現実とは。今日の企画は、台湾人は日本に行く前に思った偏見を紹介します。アニメで見た日本を想像して結構日本に行ってたんですね。でも結局全然違かったね。あ、本当？そんなギャップあるかな。じゃあ一つ目、家でも浴衣着る。家でも浴衣？うん、いい。じゃないですか？なんでないですか？こういうのじゃなくて、特に男性、ジンベエみたいなやつだ。結構それさ、漫画とか出てくるの？うん、漫画ありますよ。それがみんな全員やってると思ってたの？マナの家にいても、あの弟もそれがそこじゃないよ。いないわ。確かになんか、涼しくするためにジンベエ着る人、おじいちゃんとかたまに着るんだけど、でも確かに今、ほとんど見ないね。じゃあみんなしないの？たまに？本当に少しの人、あんまり着ないかな。ユニクロかな。はい、じゃあ次は2つ目、住宅は絶対瓦屋根。あ、わかるね。例えばしんちゃんとかジピマルコとかのび太とか、みんなの家は全部こんな感じですよ。そうだよ。じゃあさ、みんな結構さ、一軒家の家が多いって思ってた。うん、なんかマンションとかは、マンションはあんまり想像してなかったんだ。なんか普通の一軒家でもこういう屋根もなくて普通の建物だった。じゃあ台湾とあんまり変わらない感じ。そう。残念。でも変わらない屋根日本で見たことある？うん、なんかたまに もうちょっと都市じゃないところだったら、うん、下町とかね。うん、確かに結構瓦の屋根って今少なくなってるかもしれない。そうだよ、うん、忍者が走ってる。そうなんですよ。ポン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 、必ず瓦の上でこんな走ってる。そうでしょ。なんか洗脳の時になんかちょっと滑ったとか。そうそう、滑ったとか。なるほど、結構前、いつの時代だろう。続いて3つ目、先生が怒ったら先生に立たせられること。お、廊下に立ってる。そうそう、私はあの牛のバケツを持っていて。バケツ。あるでしょ。そう。ちなみにさ、台湾で先生に怒られた時ってそういうことあったりする？あ、でも廊下じゃなくて後ろ、うんうん、後ろで立ってるんだ。それがそのまま席だね。超めんどくさい、あの牛の人見えないじゃん。なんか、え、本当に立つんだ。そう、本当に立つ。そのまま、それでこうやってみんな。そう、後ろの人はこういう。見えないよ。そうなんだ。立たされた記憶ない。多分怒られてそのまんまかも。多分ね、今体罰とかで、結構厳しくなってるかも、日本。で、お母さんにも聞いたの。お母さんも経験したことないって言ってた。だからおじいちゃんおばあちゃんの世代。おー、なるほど。そうなんだ。何で見たの？何で知った？のび太くん！のび太くん！いつも廊下です。いつも廊下だよね。そう。だから私のイメージのは、台湾でもそういうあるけど、教室だけ。日本は廊下かな。廊下のイメージあるんだよね。日本の先生優しいからね。台湾の方が怖いよ。台湾のこういう捨てたり、なんか何捨てたり。でも日本の先生はいつも、はい、今みんなが静かになるまで5分かかりました。あ、そうそうそう。めっちゃ面白い。え、そう。本当にそう。もしかして台湾の方が漫画に近いか。確かに。絶対食べきれないとダメ。うわ、わかる。しょっぱいね。スープも全部飲みきれないとダメ。そういうイメージがあるんだ。うん、確かにスープは飲むけど結構しょっぱいじゃん。だから私結構残しちゃうこと多いかも。
で、リンリンはね、そういうなんか印象を持って日本に行って、でも本当に友達と店に入ったらさ、どうしよう、全然飲みきれなくて、でも師匠がもう前にいるからさ飲みきれないとダメですよね。なんか頑張れ頑張れ飲んでみて、でそこでなんか2時間ぐらいもかかった。結構さ、台湾人はさ、スープも全部飲まなくちゃダメって思ってる方多いのかな。ズズは、そう、ズズも頑張って飲もうとしたから。頑張った、頑張ったよ、めちゃ頑張った、まあ、そうなんだ。え、じゃあそれ本当に飲みきれなくても大丈夫？大丈夫かな。怒らない、怒らない、師匠が多分それは大丈夫だと思う。残してる人も結構いると思うよ。え、全部さ、飲みきらなくちゃいけないってどこでさ、習ったの？どっかに聞いたに聞いたかな。多分台湾のそういうなんか友達から、友達からそういう、そう、あとネットとかでも書いてあるのかな。最後そこの文字をちゃんと見ないと。一覧とか書いてあるのね、あとアニメもねさ、みんなごか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 って全部読み込んだ。確かに、そっか。じゃあそれは結構人によるかもしれない。なるほど、うん、なるほど。しかもその文字を見るために全部飲み切れたら何も書いてない。わかるな、わかる、ね、たまにあるね。そう、はい、じゃあ次は5つ目、ラブラブのカップルは必ず一緒に自転車を乗る。おお、一緒に漕ぐってことじゃなくて、じゃあ後ろと、あ、こうやってギューってするやつ。しかも絶対絶対こうやってじゃなくて、あ、横でしょ、横、横、横、確かにジブリとかで見たことあるかも。そう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 、私乗ったことないよ、後ろ。え、むしろ乗ったことある？え、乗ったことある。あ、そうなんだ、うん、台湾は大丈夫だよ。あ、そうなんだ。日本はそういう二人乗り、二人乗りはルール違反じゃない。あ、ルールあるかも。そう、え、そもそも私全然自転車使わなかった。あ、確かに台湾に来たら自転車の方を、あ、まだまだ、あ、そうだね、乗れなかったね。乗れなかったから。しかも必ず夕日の時は、おい、なみなみ、おい、実は好きだよ。あー、ちょっと、ギャビー、ごめん、聞こえなかったのに。なんでー、待って、それ見たことある。え、でもちょっと聞きたいのは、実はそういう二人乗りの時さ、横乗り、え、なんで、横乗りじゃないよ。あれさ、なんか一回本当になんか食べそうとしたらさ、全然乗れなくて、もう全然、うわ、バランス取れないよ。そうだよね、あれ難しそうだよね。まあやっぱりあれの乗り方は漫画の世界やな。そうだね。では6個目、居酒屋で絶対酔っ払ってるサラリーマンが肉体をして、おい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 、やれやれってするの。おー、見たことあるよ。私も見たことある。で、え、本当に、あ、本物は見たことある。あ、本物は見たことある。リンリンもさ、留学でさ、日本行ったでしょ。その時見たことある、誰か友達が。ないのよ、見たかったの、超見たかったんですよ。あれ、なんでするんだろうね。わかんない、なんか漫画よくあるじゃないですか。あるある。え、じゃあさ、台湾人は結構みんな日本人酔っ払ったらネクタイ巻くって思ってるのかな。そう、そう、思ってる。へえ、見てみたいね。私も見たことない。実はね、自分は一回食べたことあるんですよ。おー、全然進められなくて、なんで、なんで漫画できるのとめっちゃ思った。このネクタイすごいね。うん、ちょっとがっかり、がっかりよ。見たかったんですよ、誰が。見やってください。日本の下駄箱は必ず知らない、ラブレターとかチョコレートもらえる。CM とかでもあるよね。え、ちなみにさ、台湾は下駄箱ある？ない。え、待って、どういうこと？じゃあそのまま？そのまま、あ、履き替えないし、ないないない、うんうん、そもそもそういう玄関がないよ、うんうん、そうなんだ。え、ちなみにね、私も、あ、もらったことある。あ、人気あるよね。そう、じゃあ学校は全部下駄箱あるじゃないよね。ほとんどある、ほとんどと、ほとんどあるんだけど、うちの学校だけなかったの。もうローファーそのまま
土足だったの。なかなか乗るチャンスなかったな。下駄箱はないから、だから多分マナのデスクの机のあの中とかラプレーターとか。あ、全然なかったね。下駄箱のせいじゃなかったかも、もしかして。多分バレンタインでは本当にあると思う。チョコレートも、チョコレートとか入れることは本当にあると思う。羨ましい。多分そこまで、多分みんな見れるから下駄箱見れるじゃん。あのこういうタイプじゃなくて普通に入れるだけのタイプ、ここがないタイプもあるわけよ。みんなから見れるみたいな。あ、そうなんだ。え、結構蓋あるやつ珍しいんじゃない？珍しいなの？珍しいと思う。いや違う、だってドラマいつもあのカメラ目線は蓋開けて瞬間そうやって。それはドラマだよ。あ、じゃあ台湾人はこのその上履きのやついいなっていう感じなんだ。うん、そう。逆に視聴者さんであのこの蓋の中にラブレターを入れたことある方、もしくは入れられたことある方、もしいたら教えてください。こんなことがある？わー、本当に面白い。確かに聞いててなんか2人が言ってること超想像できた。アニメとかテレビとかでも見たことあるの、あのシーン。じゃあ2人の中でさ、一番これが気になるっていうのは何なの？私絶対ふたなんかあの絶対もう絶対解決しないとね。これは確かに。リンリンは？じゃあリンリンは下駄箱。下駄箱、ちょっと本当にやってみたい。なるほど、羨ましい。え、ちょっと皆さん下駄箱をちょっとやったことある方はぜひ教えてください。むしろさらに買ってもらいたいくらい。あ、確かに。あ、じゃあそこで。確かに。じゃあサエンとジュンちゃん、あの下駄箱お願いします。お願いします。というわけで今日の動画はおしまい。また次の動画でお会いしましょう。それじゃあバイバーイ。この動画が好きならチャンネル登録してグッドボタン押してください。そしたらまたさっきのフォローをお願いします。下にリンクがあります。それじゃあバイバーイ。